はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。昨日ですね、小野原工芸さんのペンシルの紹介をねちょっとさせていただきました。まあちょっといただき物を含めてちょっと紹介して、まあ YouTube 今日見たらどえらい再生回数だったので、まあちょっとびっくりしております。さすがはレジェンドオブ木工会、木軸会のトップ野原工芸さん、皆さんが興味あるということがね分かりまして、すごいなっていうのと、見ていただいて本当にありがとうございます。さあ今日はですね、まあこうやってペン並べているんですけども、まあ昨年そして今年ね、あのメールで僕の方に質問が来ております。まあ質問相談みたいな感じでね来ております。それについてちょっと改めてお答えしていきたいと思います。まあ質問内容はですね、まあ今木軸ブームでございますね。はい。で作家、まあ僕とか、まあ野原さん、ウッドペンクラフトさん含めて、まあ作家さんが作るものを使うっていう方がすごく増えております。でこうやって増えてくるんですけどもね、さらに自分で作りたいっていう方がね大変増えてきております。でまあ僕の方に来たメールはですね、まあ僕の使ってる、まあこれはルーチェペの方ですけど、ペンシルの方ですね、ペンシルの金具を使わせてください、譲ってくださいっていうお話が、まあ昨年 4,5 件来てましたね。はい。まあ今年もそのペンの金具でどこで売ってるんですかっていう質問がまあ来ております。でまあまずはオリジナルのものについてですね、お譲りすることはねできません。はい。まあ作るにあたって苦労してますし、まあいろんな情報を含めて、まあちょっとなかなかね情報をお出しすることができない状況でございます。もうその辺はご了承ください。まあ工房節も含めて、まあ野原さんもそうだと思うし、そうですね、オリジナルのこれは新型タイプですね、まあシャーペンボールペンあります、野原さんもそうですし、ウッドペンクラフトさんですね、まあシャーペンボールペン、最近は短いのもありますね。まあこのお二人とはまあちょこちょこお話しさせていただいたりしておりますのでね、苦労話とあります。あとオリジナルで作ってるのはそうですね、まあクラフト A さん、そしてスティールアートさんっていうところでしょうか。あとは海外とか、まあメーカーさんとかの部品を使ってね、軸だけを変えてっていうカスタマイズ、オリジナル、半オリジナルみたいな形で作ってらっしゃる方も多く最近はいらっしゃいますね。すいません。すべてを僕把握してるわけじゃないので申し訳ございませんが、まあそうやって頑張ってやってらっしゃる方もいます。はい。で、質問が一つあったのが、野原工芸さんの、まあ、旧型金具って言われるやつですね。まあ、それについて、まあ、なんか知ってますかみたいな話があって、まあ、実は知っております。まあ、その旧型金具って呼ばれるものがちょっと出回ってる。で、まあ、それを使って売って商売をしてるっていう方がいらっしゃるってことも知っております。まあ、それに関してね、僕がとにかく言うこともありませんし、その情報を皆様に教える気もありません。はい。でね、その野原さんの旧型金具、もうこの形、まあオリジナルの方でこの形を作ったのが野原さんですよね。まあどういう経緯があろうと、もう野原さんのものだって一目瞭然で分かってるものを、まあどういう理由でね、まあ、そうやって流通してるのかが僕も理由までは分かりませんが、まあそれを使ってね、我が物顔で売るのはね、僕、作家としてはね、タブーだし、アウトだと思ってます。世間的ではないです。僕の感覚です。だから僕もね、多分、金具を仕入れることは可能です。作ることも可能です。でもね、それはね、作家としてのプライドが許さない。作りません。そんな、青なことをしたくないですね。
はい。まあ、それはね、作家としての、やっぱり考え方だとは思うので、まあ、商売的にできるとか、どうのこうのとかに関してはね、もう僕はノーコメントでございます。はい。なので、まあ、それに関してね、まあ、もうちょっとご質問にお答えしたくないということで、ちょっと動画を撮らさせていただきました。で、まあね、オリジナルのもの、作ってる作家さんのもの、同じものが作りたいっていうのは、なかなか皆さんにとってはね、難しい、ハードルが高いと思います。で、誰もね、譲ってくれないと思いますね。はい。まあ、なので、そこはちょっとね、諦めていただきたいと思います。しかしですね、まあ、はい。そう、僕がもともと作ってたパトリオットペンですね。まあ、こちら、もう海外のパーツを使っております。で、僕、M ペンってやつも、これも海外のパーツ。僕はアメリカの方から直接入れてるんですけども、はい。で、昔はね、こちらですね。野原さんも、ここから入っておりますね。はい、クロスの芯が入っている。はい、ウッドクラフトっていうところのやつですね。僕はクラフトサプライっていうところですけども、まあ僕もこのペン、何本か、まあ何百本か作らせてもらって、ほんとこいつは良かったですね。本当にこいつが原点だと思いますね。はい。で、これもね、ボールペンなんですけど、ツイスト式のボールペンなんですけども、これにもシャーペンもあったんですよね。良かったですね、本当に。めっちゃ良かったっす。はい。まあ僕の方はね、パトリオットペンから本当に火がついたっていう感じなんですけども、この二つは本当にいいんじゃないですかね。といってももうこっちはちょっと廃盤なのでもうないですね。持ってる人本当少ないんじゃないんでしょうか。はい。っていう感じですね。なのでね、まあこれはちょっともう廃盤なのでないんですけど、まあ、パトリオットペン並びにこの M ペンとかはね、買えます。金具を買うことが可能なんですよね。だから、こういうやつから入ってもらうのはすごくいいかなと思っておりますので、はい。で、どこで売ってるんですか？まあ、もちろん海外から買ってはいるんですけど、まあ、海外から取るとね、大変ですよね。まあ、なのでね、日本で売ってるところをちょっとご紹介したいと思います。まあ、個別に来たメールにはね、ちゃんとお答えしたんですけど、日本で2件こういうペンを売ってるところがあります。まあ、旋盤とかも含めて全部売っております。まあ、両方とも静岡なんですけども、一つは、まあ、静岡市の方のオフコーポレーションっていうところと、浜松のウッドターニングジョーズ、鈴木さんっていう方のとこですね。そちらの方、動画の説明欄の方と、ブログの方にリンク貼っておきますので、よければ見てください。で、まあ、ホームページ、出るので、ちょっと外しまーす。よいしょ。よいしょ。はい。という。はい。オフコーポレーション。この、オフの店、ウェブショップってやつですね。こちらの方ですね。見ていただければなと思います。高高なんで、オフコーポレーションで打っていただくと、このページ、すぐ検索でトップかかってくると思います。まあ、こうやって、いろんな、ここはね、そのペンとか旋盤だけじゃなくて、木工製品、まあ、プロ、並びにアマチュアの方向けに、すごいたくさんね、種類を揃えております。ここを見ていただくだけでね、ほとんどの木工ができるんじゃないかって思うくらいあります。で、まあ、商品の方をポチッと押してもらって、で、ペンターニングを始めようっていうのがあります。まあ、ここまたポチッと押していただいて、ペンターニングのペン金具ってやつですね。はい。押していただくとね、いっぱい出てきます。わかりにくいかな。はい。万年筆とか、ローラーボールペンとかですね。もしかしたら見たことあるなーっていうやつあると思うんですよね。まあ、いろんな作家さんが作っております。どうぞ、これです。金具が一緒で、まあ、木の部分をね、加工してるのに木の形が違ったりとはするんですけど、はい、こんな感じ。
シャーペンもありますね。はい。ここすごいたくさんあるんですよ。ほらほら、この辺とか、たまに僕も見かけたりするんですけど、こういう万年筆、並びにボールペンですね。すごいシンプルなやつもありますし、シンプルなやつはすごい作りやすいかなと思います。そうそう。パナッシュペンも僕も作ったことありますね。ノック式ボールペン、シャーペンもありますね。まあ、キーホルダーとかもあります。タッチペンとかもありますね。そうそう、このパトリオットペンもあるんですよ。まあ、お値段もこんな感じなので、ね、こういうやつとかも。すごい種類がたくさんあるんです。なので、まあ自分で気に入った金具。これ写真はね、完成形が写ってますけど、パーツ売りですので、で、やり方とかもね、全部書いてあると思うんですよね。多分こうやって説明書みたいなのがついてくると思うので、いけるんじゃないかなと思います。もちろんね、金具買っただけではなかなかできなくって、旋盤とか、まあ、刃物とかいろいろ必要だと思うんですけど、まあ本当趣味の範囲でやられるのはよろしいのかなと思います。で、もちろんね、これで作ってもらって販売するのも全然 OK です。もう材木業界、まあ、並びにこうやって売ってるところ含めてね、活性化してくれればもう全然 OK です。というわけで、こういうふうに紹介しておきますので、まあ、オリジナルっていうのはなかなかね、本当に苦労するかなと思います。でも、まあ、こうやってね、かっこいいペンがたくさん売ってるところがありますので、こっから本当に入っていただくのはいいかなと思います。というわけでご紹介してきました。ね、まあ、木軸ブームですので、まあ、よろしければ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、紹介終わります。まあ、僕の方はね、イベントに向けて頑張って作っていきたいと思います。ではでは、またよろしくお願いします。